旧桜の宮公会堂にやってきました。こちらの建物は90年前に建てられまして、この石造りの正面玄関は国の重要文化財にも指定されています。1935年に明治天皇記念館として建てられた旧桜の宮公会堂、今は結婚式場になっていますが、アーチ型の窓や天井の装飾は建設当時から残され、厳かな雰囲気のレストランとしても利用されています。建設90周年を記念して再現されることとなった明治時代のフレンチ、メディア向けの試食会が開かれ、早速いただいてきました。一品目、エビダク館でございます。はい、エビ、はい、エビダク館でございます。エビダク館、はい、アニメの必殺技のようなすごいパワフルな名前ですが、こちらエビはオマールエビを使っております。缶が厚物と読みまして、スープのことでございます。濃厚なエビ、おいしい、かわいい。前菜が蒸し鮭寄せ物でございます。蒸し鮭寄せ物、フランス語、蒸し鮭寄せ物、どんなお料理なのでしょう。いただきます。ピンク色、鮭だ。味付けはシンプルなので、その魚の旨味というのが際立っています。寄せ物というのは混ぜ合わせた材料を冷やし固めたものなんですね、はい、今回はサーモンを、マリネを、ね、寄せて固めたものでございます。他にもズワイガニ男爵という名前のコロッケなど、明治時代の料理名は新鮮でした。メニューを再現した料理長は、明治天皇の大阪行幸に関する文献などを読み解いていったそうです。明治時代はほとんど薪ストーブであったり、本当に調理器具がない中でやられてた。写真も残っていませんので、味も本当にこんなものだったかっていうのが実際にはわからないので。明治時代に日本に入ってきたとされるフレンチ、当時は限られた人だけが食べられる食事でした。だいたい当時で15万円から20万円でございます。文献の中には明治天皇がお料理を召し上がられた時の様子などは記してありましたか。それがですね、探したんですけれども、その何を買ったかっていう仕入れの紙は出てきたんですけれども、はい、食べたものは分からずでして、はい、そうなんですか。でもきっと美味しく召し上がられたんでしょうね。こちらのコースは明後日からレストランで楽しめます。安田さん、残された数少ない資料を頼りに再現したということなんですね。もう今や日本は、ね、自他ともに認める美食大国にもなっていると思うんですけれども、はい、それが明治維新、その文明開化でどういう形で西洋からの料理を取り入れたかって、なんかこれ自体が歴史の1ページみたいな、ね、感じなので、はい、お値段も比較的リーズナブルだから、興味ある方ぜひ食べに行かれてほしいですね。値段にしたらですね、はい、試行錯誤であの料理作り出すまで半年かかったそうです。ありがたくいただきました。しっかりとこう伝統は受け継がれていて、なんか料理のロマンを感じますよ ね。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。